後悔させてあげる。こんなところかな。よかった。すごいわよ。おいでな。こんなところかな。どんな組み。後悔させてあげる。よし、お疲れ様です。死になさい。ワイマドン。マグル。デンマ復活。地獄の沙汰の金次第。ここがイストールさんだな。準備はいいか、ちびすけ、メル。はい、頑張ります。この地方については完全に調べ尽くされていたはず。そこに全魔法都市のどの資料にも記述されていない魔法遺物がある。これは大変に興味深い。何ブツブツ言ってるんだ、メル。置いてくぞ。というか、その方が俺は嬉しい。よし、置いていこう。冗談が上手ですね、クレイス氏。さあ、行きましょう、参りましょう。頑張ります。ハッ、ターン。
様です。屍拾うものなし。
なたを私が守りますよ。頑張って。ワイマグマ、デンマ復元。やったなさい。はっ、やっ、はっ、やっ、だ、はっ、だ、はっ、やっ、やっ、はっ、こんなところかな。お疲れ様です。地獄の沙汰の金次第。死になさい。こんなところかな。お疲れ様です。you
天馬覆滅。で屍拾うものなし。行くぞ。すごいわよ。お疲れ様です。させてあげる。
します。よし、地獄の沙汰の金次第。さあ行くぞ。後悔させてあげます。やったまずよし、お疲れ様です。私が守ります。やった、よかった。種のようですね。変わった色だな。ま、大したことないだろう。みんな、行くぞ。はい。え、あ、ちょっとお待ちを。あ、なんだ。あれはココナ隊長がイストールさんの頂を目指していた時。みんな、行くよ。来ます。メル、関係ない話は後にしろ。関係なくないのに、大事な話なのに。
あるし、ここが例の場所だな。はい、ありがとうございました。クレイスさん、メルさん、それにしてもメルさんの魔法ってすごいですね。私、メルさんが仲間になってくれてとっても嬉しいです。ま、役に立つことは認めてもいいがまあ、それほどでもあります。さて、もうすっかり皆さんと仲良しこよし。これで私の野望に一歩近づいたというものです。あのメルさん、まともに相手するな、チビスケ。無視だ無視。それよりさっさと例のやつをやっちまえよ。回廊よ、開きなさい。以上の魔法は一体？さらなる興味と興奮が入道雲のごとく黙々と湧き上がってきます。ということで早速研究を。さあセフィージョ、抜いて抜いて。なんです？どうしたんですか、メルさん。魔法科学の進歩と発展の前には羞恥心など無用の産物。さあ脱いで、いやむしろ私が検査しながら脱がして差し上げましょう。嫌です。大丈夫、痛くしないからお姉さんに任せておきなさい。いやー、メルさん、目が怖いです。いい加減にしろ！たくん。今後、仲間内での変態行為は絶対に禁止だ。いいな？変態じゃないのに。ま、
法科学の発達のためなのに、人類の幸福のためなのに、私の趣味なのに、シクシクシク。36。ああ、嘘泣きはやめろ。とにかく俺たちと一緒に来るんなら脱がすのも解剖もなし。わかったか。わかりました。長いものには巻かれろと言いますし、ここは従いましょう。よし。免獣腹肺、免獣腹肺。何か言ったか。いえいえ、めそうもない。とにかく皆さんのおかげで5つ目の宝玉も手に入りました。どうもありがとうございました。ひとまず町の宿屋に戻りましょう。